の後どこからか。一気にじゃないよね。ローラーに体重乗ってね。ローラーにケツじゃないよ。ケツ上げてね。ケツ。あぶね。気をつけて。もっと止まる、もっと止まる、反動使わない。イエス。はい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 。大丈夫。ああ、待って。皆さん、ちょっと。ああ、ゴール。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 Yeah.
切り返しましょう。はいはいはい、最高、はいはい、最高。オッケー、楽しもうぜ、全員で楽しもうぜ、スタッフ楽しもうぜ、あっただけ楽しくてぞ、行こうぜ。俺らが1週間準備してきた東京駅面、周年しっかりチャレンジして絶対勝ちましょう。行くぞ、行け行け行け、アウェーのベガルタ仙台のメンバーです。ゴールキーパーは林、小出姿、キムテヒョン、松下豪家、中島真瀬、内田優斗、そして木田、山田という11人です。木田から右サイド、真瀬から木田、中島、ワンタッチでつながっていった、木田折り返してきました。ゴールキックに変わっています。ただ深いところまでは入ってきましたベガルタ仙台。松下から中島、松下、おお面白い、山田、山田大翔、中に入れてきた。そこに現れました合計、先制はベガルタ仙台。ここからの一本の裏ですよね、まあ、このままシュートいけるかなっていうところになりましたけども、しっかり中の状況を見てクロスという選択、まあ、このボールの質とこの抜け出すタイミングですね、山田選手の、はい、あとはこの状況判断、これに対してしっかり入ってきた豪華選手のこの、まあ、あとはもうフィニッシュのミートですよね、非常にスムーズでしたし、非常に各選手が冷静な判断をしたなという印象のゴールですね。キムテヒョンから内田、まだ持っています、中島、ワンタッチ、木田、運んだ、木田のシュート、抑えました、くしびき。フリーキック仙台、中島が狙ってきた、弾いたくしびき、変えていくんですね、はい、佐藤亮、はい、ボールだ、長倉合わせてきました。左、長倉、川本、中、早めに入れてくる、竹出る、まだボール続いています、佐藤亮、内田達也、素晴らしい、投入からすぐに答えを出しました。コーナーキック少しこう深い位置から戻りながらのしっかりこうボールに反応して最後しっかりひねってボールを枠に飛ばす、この技術素晴らしかったですね。マセ、うまく間を取っていきます、遠藤からマセ、遠藤、小出、これで中に入れてきた、抜けてくる、チャンスだ、くしびき、もう一回つながっている、おお、よく止めた、ゴール前迫りました、ベガルタ仙台さんも大丈夫って、ちょっと川本気遣うようなコメントもしていたかと思います、うん、先ほどスルーパス素晴らしかったですね、まあ、山田の抜け出しがあって、うん、まあ、ここ最後その後真っ直ぐ合わせたんですかね、そうですね、アディショナルタイムは4分です。
弾いた、こぼれてる川上、シュートを狙ってきました。入ってくるボールクリア、試合終了、1対2、アウェーのベガルタ仙台勝利。ザスパクサツ群馬は猛攻、最後仕掛けましたけれども、もう一度追いつくことはできませんでした。お願いします。